した方がマシだ。え、いろんなモーニングコールありますけども、こんなもんで朝は起こされるならもうね、遅れた方がいいと。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。バカか。これはもう聞きたくもないな。そう、朝一そんなめっちゃ気分悪いわ。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。受験生にはこのモーニングコールが一番で飛び起きるんで、受験生がね。また来年。アブムや。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。チックタク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 。不整脈の時計。不安になって起きてもね。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。アホボケカスダボいいね。ボケなすかすいねだぼ。何や、腹立つな。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。あ、おはようございます。お互い本日の活動に向けて頑張っていきましょう。何やこの声通ってこんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。まあいいんすけど、耳の形のスピーカーから聞こえてくる気持ち悪い。耳から音が聞こえてくるっていうのが気持ち悪い。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。どうしてどうしてどうしてまだ寝ているの、モーニングの変。嫌な、今なんか聞こえるの嫌やな。そのこんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。もしもし、小野の中です。寝坊しちゃダメだよ。今からあなたの部屋に行くからちゃんと起きて出迎えてよね。ちょ、いいですよ。なぎら健一さんが来る。来たら怖い。来たら怖い怖い。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。パパ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 。ちょっと早く起きなさいよ。まったくだらしないわね。あんたは私の稲助山下健一なんだから。僕プログラミングのやつやん。そこだけもし入れたらそうなるやつやん。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。なんて日だの、変なとこ切り取ってやの。アンテヒズ。アンテって言うか、N 切ると、アンテって。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。起きろのび太くん、このままではどら焼きの未来は暗い。起きろのび太くん、このままではどら焼きの未来は暗い。起きろのび太くん、このままではどら焼きの未来は暗い。なだぎさんのコントのドライブ。あれは熱これ。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。耳だよ。てかの、お休みの逆再生はなかった。お休みは。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。起きれないのかい？俺だよ俺。ハンバーグだよ。まずは朝にぴったりのジョーク、鉄板ジョーク。ハンバーグ、この前メンチカツとコロッケと演技をしたんだ。メンチカツとコロッケは全く緊張して演技ができてなかったが、ハンバーグはいつも通りの演技ができた。なぜかってそう、ふっつー。長すぎんねん。そんな長いしかないからね、もう娘みたいな。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。ゴロ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 。パカン。ボーリング上手だ。ボーリングコールだ。ボーリング上手だ。モーニングコール、モーニングコール。あ、そう、大丈夫。基本見えてる、見えてる。いいよ。そう、ボーリング、モーニングコールだ、みたいな形のね、ボーリング上手だ。いいよ。めっちゃいいよ。そんなんでもいいんやから。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。ブルー。パパ、ママ、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 パパ、ママ。怖い怖い怖い。怖い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 、やめて。怖い怖い、一番怖い、それなんか。めちゃめちゃ怖いわ。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。あ、もしもし、モーニングコールでございます。食堂の方に朝食バイキングご用意しておりますので、ぜひそちらご利用ください。って言ったら、美味しい一人前が用意されてる。
怖いし、ホテルが、あ、違う違う違う、もう一回って言ってんじゃん。違う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 、ね、ごめん、朝食バイキングって言ったから、俺は朝食バイキングって言ったから。あ、そうかそうか、朝食バイキングじゃなくて、ごめんごめんごめん、バイキングか、やめちゃえば。めっちゃ怒るやん。いやいや、わからん、いや、いいやん。ごめんって、ごめんって、ちょっとこっちのキャッチミスやから、ごめん、ごめんね。でも、みんなそれぐらいの反応やったよ。どういう意味、どういう意味かなってなってたよ。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。臭くなるけどかけちゃうんだよな。臭くなるけどかけちゃうんだよな。ノーニンニクソースだ。モーニング上手なシリーズええで。モーニングちょっとそういうところで選んでいいからね、欲しいじゃないから、はい、こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。はい、掃除の道具が安い安いよ、雑巾のセールだ。モーニングコールだじゃないよ、モーニングコールだをもじってみましょうの時間じゃないから。いいか、じゃあお釣り今ちょっとちゃうからね。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。うわ、あ、このボールだけすごいムキムキだ。すごい、ドーピングボールだ。ドーピングボールってな。ドーピングボールとは何やそれ。ムキムキのボール。じゃあ八六、こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。般若心経を読みたいのに感じちゃう。般若心経を読みたいのに感じちゃう。超ビクンビクンポーズ。ビクンビクンボーズって何？超ビクンビクンボーズとは何？こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。何やっちゃう？ブヒー。おお、すげえ、ボーイングポークだ。ボーイングポーク。ボーイング社が出した豚とかないのよ。ボーイングポーク。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。マジ？原田泰造って立ち幅跳びの日本記録持ってんの？あ、要出店大賞だった。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。履いてねジーパンだ。無理よそれは。それは無理よ。それモーニングコールは無理よ。モーニングコールとは言われへんよそれ。ジーパンだ。履いてねえジーパンだ。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。うわ、中で見ると思ったよりでかいな。どんここは。あ、違う。なんでもいい時間ちゃうで。今ほんま普通にみんななんか好きな言葉言うてんの。ちゃんとお題見てね。じゃらさん一回お題読んでるからね。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。わあ、うん、生で見ると IKKO さんこんな感じなんだ。どんだけだ。違う。どんここで言ってもらってるから。モーニングコールで行くんじゃなかったのさっきは。はい、ひなびきさん行きます。ちょっと戻します。あ、そうね。もともとこのお題にちゃんと戻って、はい。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。ゴムつけて。ヒーニングルールだ。あ、違う。モーニングルール。モーニングコールの方やった。戻しますね。そっちかい。ちゃう。寝坊したがマシだの方まで戻してくれ。モーニングコールええねん。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。ブルルおはよう、起きて。うわ、朝か。寝坊しなかったから最高のモーニングコールだ。あ、ちょ、何それは。これは何よ。これは何よ。お題ごと無視したよ。ちょ、寝坊したのがマシがあるって。はい、お題ご出してるやん、あんた。今の最高だ、みたいな。じゃあ、お題ごと書いといてや、ベルトンさん。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。俺、ずっと前から。お前のことが大好きだ。モーニングコールだみたいに言うたら何言うと間違いじゃないよ。みたいに言うたら時間じゃないよ。期待いきます。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。おはよう。本当に爽やかな朝だね。本当に良かったよ。僕も今日はどっかに出かけようと思うけど、金曜どっかに出かける準備があるのかな。まあでもそれにしても、朝は早いに越したことがない。はい。その状態を言うぐらいしてくれ、トーキングボーイ。おい、トーキングボーイ。それを言うぐらいはしてくれよ。この状態をこう言いますじゃなくて。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。あ、そっち晴れとるんか。
広島じゃと飲むじゃん。こんなモーニングコールなら寝坊したおかました。モーニングコール好み。モーニングコールやっとんなもう。まあ入れたらいいじゃないのよモーニングコール。こんなモーニングコールなら寝坊したおかました。ああちょっとくすぐと思った。ネゲロ。ちょっ何してんの。おい何してんの。モーニングコールのお題の方に行ってくれた。また戻ってくれた。ややこしいねみんな。なんかちゃんとお題の方も行ってくれるし、こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。戻しますよ。戻しても戻しても。あこれこれすごい大昔の整髪料なんですか。これ応仁のケープだ。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。さて二頭の大きな象が寝て、どっちだどっちだ。先にこっちの象が漏らした。寝ションした象が勝ちだ。何をやってんの。どれや。今いろんな流れとかノリやったけど、どれをやってんの。これはえ、かじゃあそう勝ちだったじゃないか。カルカさん何してんのほんまに。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。僕のどドンココの逆再生超えへん。好きやな逆再生。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。ブルルルガチャ。あ、もしもしお客様、お時間になりましたのでお電話いたしました。失礼いたします。はぁ、あ、いいモンココだった。ちょっとモンココドンココの方で遊ばんといて言うてんだから。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。ベーキングパウダー、クラッシングエッグ、ミキシングオール、ベーキングタイム、パンケーキングケーキ。何やってんの。パンケーキングケーキ。パンケーキングケーキってね、パンケーキやろ。だからパンケーキングするケーキ、ね、こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。逆再生っていう、その逆再生の4倍速。なんでそんなしんどそうやねん。ほんでさ、何がしんどい。いやしんどくない。いやおもろかってん。ええやん。なんでそバイキングからずっと怒ってんのあれ。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。プルルル。お、モーニングコールがあってきた。ピッ、たった今ヒーローと出会った。やっぱりルーの方だったのかな。ヒャダインのドンココココココ背が高い。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。すいません、何回もモーニングコールしたんですけど、すいません。コンココ。おい、こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。戻します。戻してくれ。たまもかわいいワンちゃん花火です。犬って感じ。戻してくれた。めっちゃ戻してくれ。戻しすぎてる。花火の方行ってる。こんな花火は嫌だになってるよ。最後ね、ちょっと戻します。戻して、もう最後ビシッと終わって。こんなモーニングコールなら寝坊した方がマシだ。優勝を決める。あ、そうそう。おい、花火のやつ。花火のやつ。これで戻して終わって。戻しますね。うなびきさん、はい、いきます、はい、こんなもん。戻してるリアルゲロ入ってる。え、いけんの。進めます進めます。いや